ジョン・ムッチ、ジョン・マッチは、イギリスの医師で、アマチュアの望遠鏡の制作者である。1777年に、望遠鏡用の反射鏡の制作に関する論文で、コプリメダルを受賞した。デボン州のビデフォードで牧師の息子に生まれた。プリマス病院で医学を学んだ。ロンドンへの招きを断り、プリマスで一生を過ごし、外科医として働き、1784年に、 キングズ・カレッジから医学の学位を得た。有名な画家、ジョシュア・レノルズの家族と付き合い、レノルズを訪れたサミュエル・ジョンソンとも信仰を結び医師として助言するなど、当時の知識人たちと付き合った。1777年5月29日、王立協会の会員に選ばれ、反射望遠教養の大きな放物免許を制作するための合金の成分や、 検索研磨する技術に関する論文によって、コプリメタルを受賞した。この論文はフィロソフィカルトランザクションズに掲載され、ジョンプリングルラによって引用された。仕事の余暇に望遠鏡の製作を行い、200倍の大きな望遠鏡2台を製作し、1台はドイツの外交官で天文学者のハンス・モーリッツ・ホンブリュールに譲られ、後にウタ天文台の所有となり、もう1台は 息子のウィリアム・マッチが所有した。医学の分野では1777年にリチャード・ミードラの天然痘に対する研究を記述した著書を出版し、1778年に呼吸器疾患を治療する器具に関する著書を出版した。ありがとうございます。